ペットボトルを使うと簡単に白身と黄身を分けられるのか。早速やってみよう。ペットボトルを軽く握ってへこませて、ボトルの口を黄身に近づけて握ってた手を緩めればできた。なんだか面白い。やめれ。たくさんやっちゃった。きつ、もう無理。パン。あ、詰め込みすぎっしょ。チャンネル登録をしてね。そんな物好きいる？